はい。えー、こんばんは。今日はね、2016年度第、11月か。2016年度の11月の高一神経模試の、これ、過去問です。えっ、ー、と、えっ、ー、と、うちの熟成の高一向けに作ってるんですけども、読みますね。右の図のように、AB が4、BC が3、CA が2の三角形 ABC があり、各 BAC を、これ、各2等分してます。あ、これ黒いですね。2等分線と BC との交点を D とすると。 D とととしてだと三角形 ABC をを S とすると面積を1番、BD の長さを求めなさい。2番、3.ACD を通る円と、AB、辺 AB との交点のうち A でない方を E とすると。線分 AE の長さを求めよう。また、三角形 BDE の面積を S を用いて表せ。3、2の時、線分 CE と線分 AD の交点を F。線分 BF と線分 DE の交点を G とすると。 BG 対 GF を最も簡単な性質の比で表せまた三角形 EFG の面積を S を用いて表せじゃあいきましょうえここにもう当番作ったんですけどもでまず角の二等分との,の性質よりつまり角の二等分だから4対2は4対2つまり2対1ってことですね4対2つまり2対1は2対1とじゃあ2と1だからこれ2、2、1ですね じゃあ、BD の回答は2と。はい。で、次、2番。図はこんな感じですね。図はこんな感じ。ここに点 DE ができてると。で、これこれ長さ1ですね。長さ1。長さ1、2、3、4。で、これなめたこれが、えっ、ー、と、2か、これ2か。これが2と。じゃあ、今こんな感じですね。で、ここの長さを求めるので、方きの定理使いましょう。方きの定理。ええー、当案。方きの定理より BE×4 イコール 2×3。 ということで、BE が2分の3。で、AE が2分の5。何言ってるかっていうと、法べきの定理だから、これかけ、これイコール、これかけ、これですね。もう一回言いますよ。これかけ、これイコール、これかけ、これが法べきの定理。つまり、BE かける4、イコール、2かけ3ですね。これといいですかね。じゃあ、BE 出たら AE も出ます。はい。じゃあ、それが一個目と、もう一個いるんだ。えっと、もう一個。 BD 対 CD、えっ、ー、と BD 対 CD が2対1だから三角形 ABD は3分の 2S ですね。ちょっとこれ言ってから図で説明します。で、BE 対 AE が2分の3対2分の5、つまり3対5だから三角形 BDE は4分の 1S と持ってきてください。つまりね、ちょっと図で説明しますよ。今、えっ、ー、と、これが2対1ですね。これが2対1。で、これが全体 S でしょ ?S。 ということは三角形の ABD、ここのところは3分の 2S ですね。2対1だから面積比も2対1。じゃあここは3分の2、3分の 2S。で、今度、今 BE 対 EA が2分の3、だからこれ2分の3ですね。これ2分の3と2分の5。つまり2対5ですね。 あじゃあ3対5か。三対五ですね。三対五と。じゃあ、ここは今3分の 2S でしょ。3分の 2S を面積比が、えっ、ー、と、3対5に分ければいいんですね。高さは同じだから。っていうことは、3対5ってことは8分の3。これ8分の3。ってことで、8分の3倍。つまり、3分の 2S を8分の3倍してください。解答は4分の 1S と。いいですかね。これが2番の2個目のやつ。で、今度3番目。 3番目は、太字のやつでメネラウス使います。太字のやつ。この三角形とこの直線でメネラウス使います。あと最後この面積も出すんですけども、いきますよ。分かってるのが、2対21ですね。で、2分の3、2分の5はいいんだけど、あと角の2等分があるから、またこれ対これは、これ対これ出しておきます。だからこれ対これが、えっと、2分の5対2だから、5対4か。5対4ですね。これ5対4だから、これ5対4と。 これ,これとこれが5対4が分かっていると。いいですか角の二等分線の性質で2分の5対2イコール2分の5対2、つまり5対4と。はい、じゃあいきます。メネラースの定理より EF 分の c e る g b 分の f g かける1分の2が1と。つまり、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、 あとあと EF が5、CE が9って出るんですけども、つま,りつまり今やった通りなんですけども、つまりね、この太字の三角形ですよ。だからこの三角形と、この直線でメネラウス。じゃあメネラウスいきます。1分の2かける5分の9かける GB 分の GF。もう一回言いますよ。メネラウスの定理より太太字の、太字の図形からですよ。 1分の2かける5分の9かける BG 分の GF これですねそれが1ですよといいですかねで角の二等分線の性質よりこれさっき言いましたけど EF 対 CE が5対4だから GB 分の FG が分の18分の5よって BG 対 GF は18対5に持ってきてください BG 対 GF だから結局これ対これは18対5と いいですか、ねまあ、この答このとおり書きゃい,いです。で、最後、えー、答案で言うとこれなんだ。ちょっと後で口で説明します。えー、っと、三角形 EBC は八分の三 s で、EBF は二十四分の五 s で、BF 対 GF が二十三対五だから、三角形 EFG は五百五十二分の二十五 s 五百五十二分の二十五 s これは回答です。でね、つまり何言ってるかっていうと、 えっとね、赤でいこうえー、っと、ここの三角形は、この赤ですよ。この赤の三角形、もともとこれ全体は S ですよ。全体 S。今、これが2分の3対2分の5、つまり3対5ですね。3対5っていうことは、3対8、全体8の中の3だから、これ8分の 3S ですよね。これ赤のところですよ。赤のところは8分の 3S。赤が8分の 3S。 で、えっ、ー、と、今分かったのが、ここは5対4ですよね。5対4ってことは、えっ、ー、と、この8分の 3s を今これ5対4で分けてるから、5対4で分けてますよね。これを。じゃあ、9分の5をかければ、これが出ますよね。9分の5をかければ。この8分の 3s に9分の5をかければ、この赤が出ると。いいですかじゃあ、この赤は、今、8分の 3s かける9分の5ですよ。 で、さらに今、BG 対 GF が18対5ですよね。18対5。で、欲しいのはここだけだから、18対5ってことは足して 23, 23分の5はここ。23分の5。 じゃあ、23分の5。だこれに結局、23分の5をかければこ、この面積出るってことですね。だって、底辺、底辺の比が18対5っていうんだから、23分の5、この赤の斜線の面積に、23分の5をかければ、この求める、求める面積が出ます。それが、これの答案です。いいですかね。はい。いいかな。分かんなかったら、もう一回、何回も見てください。はい。じゃあ、以上です。高校1年生、頑張れ。